どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、ホテル予約サイトのリラックスと au スマートパスプレミアムの組み合わせでお得に宿泊解説ということで動画ねやっていきたいというふうに思います。まあ実はっていうわけじゃないんですけども、この方法はですね、普通にクーポンをね利用して、そのクーポンはですね、なんと最低利用金額っていう設定がなくてですね、まあ、お得というかね、普通に0円で宿泊できてしまうんですよね。ですのでぜひですね、初期費用もかからないので、もしね興味がある方はぜひね挑戦してみていただきたいなというふうに思っておりますので、最後までねご覧いただければなというふうに思っております。でまずですね、 au スマートパスプレミアムについてなんですけども、 au スマートパスプレミアムっていうのはですね、税抜き月額499円かかるねサービスっていう風になっておりまして、いろんなクーポンとかですね、エンタメコンテンツとか au ペイマーケットのですねショッピングした場合に送料無料などね受けられるサービスっていう風になっているわけなんですけども、最初の30日はですね無料でね利用することができるっていった形になってるんですよね。でですね、この auスマートパスプレミアムのですねクーポンの一つにですね、このホテル予約サイトのリラックスっていうのがありまして、この au スマートフォンプレミアムにね加入して、このホテル予約サイトをねリラックス連携させるとですね、毎週月曜日にですね3000円のクーポンがですねもらえるっていった形になっておりまして、このクーポンはですね最低利用金額の設定がないっていった形になってるんですよね。ということですんで、まあこのクーポンはですね3000円っていう風になりますんで、税込みね3000円のホテルであればですね無料でね利用することができるっていった形になってるんですよね。しかもこのクーポンはですね、今後ねどうなるかわからない部分はねもちろんあるわけなんですけども、2021年2月の21日現在ですね、このクーポンね2回利用することができるっていった形になりますんで、利用しようと思えばですね2回ね無料で宿泊することもできてしまうっていった形になるんですよね。ですね、まあこれはもうお得レベルを超えておりますよね。0円ですからね。私もね実際ね予約画面までね行ったわけなんですけども、本当にね0円で出ましたので、かなりねびっくりいたしました。ということなんで、実際のねクーポンの取得方法と予約方法ですね、解説ねこれからしていきたいなというふうに思っております。でですね、今回のこの方法に関してはですね、必要なものがあるっていった形になっておりまして、まず au の ID ありますよね。こちらは au pay のね ID と一緒の au ID ですね、こちらが必要っていうふうになります。またですね、au スマートパスプレミアムとですねリラックスの登録が必要っていうふうになりますんで、こちらね事前に作成していただきたいなというふうに思っております。でですね、公式サイトに関しては全てねこちらの動画の概要欄にですね載せておきますので、そちらから進んでいただいて作成だけはですね済ましてから、またこの動画ね見ていただきたいなというふうに思っております。それではクーポンのね取得方法をねスマートフォンの画面見ながらね解説していきたいなというふうに思っております。それでですね、 au スマートパスプレミアムのスマートフォンのねアプリがありますんで、こちらでね解説していきます。まずねトップ画面の上のね2段目の真ん中の方にクーポンっていうのがありますよね。まあ、こちらねクリックしていただくとですね、クーポン画面にね飛ぶっていった形になっておりまして、まあ、今回ですねリラックスのクーポンのね話をさせていただくわけなんですけども、もしねこちら登録したらですね、ローソンとかそういうクーポンもねこちらのページで獲得することができるっていった形になっておりますので、私もね登録してですね、ローソンでチュッパチャップスのクーポンをねもらえたっていうねありますんで、何がもらえるかねちょっと分かんないんですけども、そういったねコンビニのクーポンとかもこちらでねもらうことできますんで、ちょこちょこチェックしていただきたいなっていうふうに思います。でですね、上から2番目に全てショッピングコンビニっていう感じで並んでると思うんですけども、こちらね右の方にスクロールしてってもらうとですね、ずっと行くと旅行っていうのはねあると思いますんで、こちらをねクリックしていただきます。そうするとですね、上からリラックスの項目がね3つぐらいね並んでるかなっていうふうに思うわけなんですけども、上のねまずポンタポイントでさらにお得っていうのがありますよね。こちらねクリックしていただきます。そうするとですね、リラックスのサイトに飛びますんで、こちらですねログインしていただいてですね、 au スマートパスプレミアムとリラックスのね連携を行っていただきます。まあ、こちらねログインしていただければっていった形になりますんで、こちらでね連携していただければなというふうに思います。でですね、連携が済みましたらですね、またね戻って
っていただいて、今回の無料でね利用できるクーポンっていうのは最大3000オフのクーポンっていう風になっておりますんで、その下のですね漏れなく1万円っていうクーポンもねもしかしたら表示ねされてるかなっていう風に思うわけなんですけども、残念ながらこちらはですね最低利用金額が設定されているっていう形になりますんで、こちらは割引を受けてね予約することはできるんですけども、無料でね利用することはできませんので、この点はね注意してください。でですね最大3000オフのクーポンをクリックしていただきます。そうするとですねリラックスのねサイトに飛ぶっていった形になりますんで、こちらでですねクーポンを獲得していただくっていった形になっております。ちょっとね私の画面はログインしてない状態になっておりますんで、こちらからですねクーポン取得することができますんで、取得ねしていただきたいなというふうに思っております。それでは次にですねリラックスの方で実際にね予約やってみたいというふうに思います。今回ですね東京でね検索させていただいて、日付が2月の24から25日の1泊でね入れてみましょうか。このねクーポンの利用期限っていうのが、まあ、こちらね毎週配られてるクーポンっていう風になりますんで、結構ね有効期限短いんですよね。まあ、この点だけはね注意していただきたいなっていう風に思います。それではね実際に検索ねしていきたいという風に思います。で一番最初にですね出る画面はリラックスのねおすすめのホテルがね出てるっていった形になりますんで、高いホテルがねずらずらっていう風に並んでおりますんで、下の方にですね並べ替えっていうのがねあると思いますんで、こちらね価格の安い順っていうのをね並べ替えていただくと、まあ、こんな感じですね出てくるっていった形になります。でですねこのホステルっていうのがね出てるのがねちょこちょこあると思うんですけど、こちらは共同のトイレだったり共同のシャワーだったりしますんで、この点はね注意してください。ということでコンセプトっていうこの2番目のやつをね選びたいと思います。で下の方にね行っていただくと遅めのチェックインならこれショートステイプランということで、これでやってみましょうかね。予約に進むをクリックします。で次にですね予約フォームということで、個人情報がねずらずらっと出てると思うんですけども、こちらね下の方にずっと行っていただくとクーポンはポイントっていうねところが出てくると思いますんで、こちらでねクーポンを選択していただきます。そうするとですねクーポンコードをね入れる画面が出てくると思うんですけども、下にですね持っているクーポンから選ぶっていうのがね出てると思いますんで、こちらをねクリックしていただきます。そうするとですねエブリデイクーポンということで選択することができますんで、クーポンをね適用しましたって出ると思います。でそうするとですね下の方に行っていただくと料金のね詳細が出てくるっていった形になっておりまして、予約金額は2728円で消費税が272円でクーポンマイナス3000円ということで、こちらね合計金額ね0円っていう風に出ますよね。まあこれでね実際に予約していただければ0円でね予約することができるっていった形になるんですよね。今回ですね、まあ私が検索させていただいたのは夜のねショートステイプランっていった形になったわけなんですけども、こちらね普通のプランとかも日付によってはね出てくるっていった形になっておりますんで、ぜひねこちら利用してみたいっていう方はですね検索ねしてみていただきたいなという風に思っております。このね0円で宿泊できるっていうのは料金をね見ていると平日しかね利用することができなさそうなので、まあ、週末に関してはですねやっぱり1000円とか2000円とかね追加料金かかる感じになりますんで、まあ、0円でね宿泊されたいのであれば、まあ、平日にね利用してみていただきたいなっていうふうに思います。いかがだったでしょうか。今回ですねホテル予約サイトリラックスと au スマートパスプレミアムの組み合わせですね、超お得にね利用することができるということで解説ねさせていただいたわけなんですけども、本当にねお得レベルじゃないですよね。まあもちろんね0円で宿泊できるっていうのはね、まあ限られたね平日とかにはなってしまうわけなんですけども、まあ週末とかでもですね500円とか1000円とか1500円とかね、まあ、そのぐらいの追加費用を払えばですね宿泊することもねできるホテルあると思いますんで、少しねお金を払って週末ね息抜きしていただいたりですね、ちょっと贅沢にねテレワークとかもねこういう場所ですることもねできるかなというふうに思いますので、ぜひね試しにやってみていただきたいなというふうに思っております。今回の動画はねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますんでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですね、こういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボホテル、ヒルトンホテルのことについてね、発信させていただいておりますので、チャンネル登録してない方はですね、ぜひチャンネル登録してあげるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。